鹿児島ラーメン号決定戦です。初日の今日すでに会場は盛り上がっているようです。早速現地の様子伝えてもらいましょう。坪内さん。はい、こんばんは。今日から鹿児島市のウォーターフロントパークで始まりました鹿児島ラーメン王決定戦の会場です。日が傾き始めまして、だいぶ寒くなってきたんですけれども、こういう気候こそがラーメンが美味しいということになるんですよね。そしてこの時間6時を過ぎまして、夕飯ラーメンにしようというお客さんでですね、また店舗前、各ブース前、行列ができています。そして気になる天候なんですけれども、雨は午後3時前に止みまして、今は曇り空となっていますね。はい、さあ、この鹿児島ラーメン王決定戦、5年ぶりの開催ということになりましたが、事前の県民投票によります、18店舗、人気の18店舗が県内各地から集結して、さまざまなラーメンを提供しています。さあ、そしてこの会場にはですね、飲食ブースも準備されています。多くの皆さんがこちらでラーメンを召し上がっているんですが、ここで会場に集まった皆さんにお話を聞いてみましょう。すいません、お食事中のところ、こんばんは、こんばんは。今日は皆さん、ご家族ですか、何人でいらっしゃったんですか。何人だ、まあ、このぐらいできます。このぐらいということで、そうですね、はい、このお子さんも入れて、もう8人、9人ぐらいいますね。はい、今日はどちらからだったんですか。どこから来ましたか。谷山の方から。鹿児島市の谷山から。はい、ラーメン何杯ぐらい今召し上がりました。みんなで6杯6杯召し上がって。そうですか。このラーメンを以前もいらしたことあったんですか。昔だね、コロナ前。コロナ前にじゃあ久しぶりということで、はい、どうでしょうか、久々のラーメン王は。美味しいですね。楽しいです。そうですか、ありがとうございます。引き続き楽しんでってください。ありがとうございました。さあ、やはりこれだけ多くの皆さんがラーメンを食べているのを見るとですね、食べたくなりますよね。ですので今日は特別にこちらにも一杯用意いたしました。、はい、さあ、では早速麺を注いでみましょう。うわー、美味しそうですね。うわ、チャーシューもありますけども、どうでしょう、この湯気。うわー、まさに美味しそうですね。いただきます。うん、うまい。本当に美味しいですね。この寒い時こそラーメンではないでしょうか。さあ、このラーメンイベントなんですけれども、料金などを紹介しましょう。当日券が全店舗共通の1杯1000円ということになっています。そして皆さんの投票で鹿児島ラーメン王が決まります。営業時間はご覧の通りです。ただし売り切れの場合もありますのでご注意ください。また会場はですね、昨日の雨の影響でぬかるんでいるところもありますので、長靴で来るのがおすすめです。以上、会場から中継でお伝えしました。